はい、というわけで次は何でもありのスピロリストということで、いきます。というわけで池田マーク2回マーク2どうもカシオレですあ、俺マクロ焦げの焼き鳥や。あー美味しい、食べ頃炭火焼きじゃなくて炭になった焼き鳥や。うわぁ、DB さん、ああ危ない、うん、圧倒的やからな、この中では。圧倒的加速力で逃げ切りますよ。ちょっと待って、いてぇ。大丈夫よ、男の車で潰すから。うわぁ、イエス、辻本さん早いな小回りだけや上じゃないのか。気合と根性とデカさだけは誰にも負ける。こういう狭いところ苦手なんだよな、この車パーキングじゃん。あ、まあ、めんどくせえな。これどこ行きゃいい。ああ早速や。ああクラッシュした見て、あジャンプか。なるほど、パーキングだからてっきり止まった。そういうことか。うわあ、しかしこれやっとちょっと、おお、なんか来た。おーす、おお、ちょっと、ああ、やべ、俺ブビショーどころか最下位じゃねえかね、現状。焼き鳥ちゃん重いからね。圧倒的最下位。ああ、クラッシュした、また。やべえよやべえよ、つうかもうシャレになってんねえ。おっとっとっと、よじ登るかと思ったら、あ、やっぱりこいつ鳥に、こっちはどっちかというとニワトリや。まあホーム、ファイアーバードイコール、まあ、ファイアーバードイコール、まあ、ホーと考えれば一応ニワトリだからな、あれも。金のニワトリ。金のニワトリ。あ、それセンチュリーや。センチュリー。美味しそう。うまいのか。お腹空いてきちゃう。食い物関係の車多いんだね今回。言われてみれば確かに。まあ、めっちゃ美味しそうな。まあ俺食えたもんじゃねえけどな。炭になった焼き鳥やからな。ブレーカー。サバイバー最もダメージ受けなかった。自爆はあったけどな。ミサイルクラッシュした時のスピードが最速。景色ねえよこんなの。まあ、あのこういうチケットっていうのはね、あの傷に塩をね、うん、たっぷり盛り付けるようなもんやから。あ、レオナ君が早かった。レオナ君早い。いや、なんかあの最初にいたとこがもうすでにゴールだったっていう、うん、謎現象が。あ、またここなんだ。さて今回はステップオンザグラス。なんだこれ。なんだ。え？ここに集合させる意味ってやったの？ああ。あほら。ああこれか。次はするしか出てねえからわかんねえな。あ、やつテグダウン、テグダウン、ドンパッチライフ、はい、カーズ。あ、まずい。これはあ、そういうことないかね。あ、対向車線危ない。するしか出てないんだけど。なんかするしか出てない、白くする分かってるよみたいな。するは分かってるから何するんだよ。見せられないよ。1位でパート。あ、集合する。あー、これあれじゃないか、もしかしたら集合するだけ。集合…すなわちこれレースみたいなもんか。放電のやつなんだっけ。あ、ほら、あ、ドリフトかなだと思います。パート…あ、ドリフトやね。うわー、なんか知らないけど、これ遅れてるし。
つかなんで俺1位になってたんだってことは累計だからちょっと危ない。あーイエスやったあー終わったイエーイビートレイおーイエス。いやこういう土地はこっちのもんでしょそういうための車だもんでしょうな。払い線 DBS 掘ろう。やめてやめて。払い線に掘られた。払い線に後継者が壊されていく。おおっとっと明らかに街に逃げてます。うん、DBS を掘るのが仕事です。ドン。カシオレアタック。カシオレアタック。ほら、あ、炭をなめんじゃねえ。食えねえんじゃこれ。80% ドリフト。あー抜かれた。カジ 100% です。よし。飛びつきちゃった。いやー、穏やかにドライブする。あー、お土産が置いてあった。おーし。コースも倒んが早かった。焼き鳥がひっくり返ってる。あんまり意味なかったね。そして道を間違える。そして俺が前に出る。よーし、ラムシャージ解禁。これで掘れまくるぞ、おい。これあれジャンプだったっけな。ドリフトがジャンプだな。つか俺道間違えてる。よーし。あパーキングか。なるほど。早いな早いな動くのが。おしくらまんじゅうするゲームですの分かります。あーしかもこっちだね。あーちげんかよ。え、なんでここ集合させたんだよお前ら。やられたね。うん、してやられた。まあいい、向こうでおしくらまんじゅうしようや。あーくそわ、いっぱいするくそよくある。あそこか。あみんなビリヤード、うん、ビリヤードやねこれ。テグダンラムシャーシーの力を見たか。ギリギリ落ちたくそー、ギリギリ落ちた。やっべ俺おお、ダブナブナブない。くそ、外したそういうゲームです。今ね、今 BM に荷重 100% 絞られとるわ今絞られとるわ荷重 100% のソーセージ。荷重 100% する今。あー落ちた。重いから重いから乗らへん。あ、来た。あはるさん飛んでった焼き鳥が所詮飛べないニワトリですから。あかん。この網を活用して数 100% この網を使っておいしい、おいしいオレンジを提供するわ。おおガスピードが速すぎるすげえ飛んでくよね。ほんとファイヤーバードだ。うん、ファイアバードスルーすることに定評がある。おっ、高級車も止まった。イエスイエス。あれいいね、飯尾さん記録出してない。カシオレ怒れる走り屋、連続テイクダウン回数が最多怒れる走り屋、乗れずにイライラして腹いせにテイクダウン1.28 秒って集合地点次どこやったっけな。おお二人揃って間違えてた。あ、三人か四人か。次はレースやな。ってことはその後チームレース。あ、しまった。ここだったんだね。あ、ハイウェイちゃうかな。まずい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 。ブービー賞のあっても取るからな。
腹いせにリベスにアタック。あひどいすぎ、ひどいすぎ、腹いせ半端ねえ。どこそのミスタービンですか。腹いせに三輪車転がすんやろ。おっおっ、うっぷす。あぶなあぶなあぶな、さっきドン紙使って曲がろうと思ったらくそいくらさが横になった空中で。あれから隣でちょっとボディ当ててで直してやるかったから。くそ斬新なボディデザインに。おーでも飯田さんに追いついた。やばい、あーマジかよ。マジかよ。おお。ああ、お返しされた。やられた、やられた。うわー、1位ずやられた。おお、やっべえ。やべえ、もうなんか前いい勝負してるじゃん。ああ、追いつけないかも。ああ、やっぱ直線やばい、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 やばい。ああ、追いつけなかった。パワーでは足らんからな、パワーは。パワーは足らんからな、パワーは。実力講師でな。あぶね、あぶね、あぶね。あ、また焼き、そして焼き鳥が。あ、またこけた。あ、元からこけとるわ。イノシシって思えよ。あ、焼き鳥違うんかよ。先導車って出た。カシオレが先導車だって。オレンジジュースで洗うんか。ちゃうか。バイアリスに入れそうだな。